どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。バージョン 2.2 の後半も近づいてきて、恒例イベント次元界分裂が間もなくスタートしますね。ロビンの実装もあって育成キャラが増えたり、後半の復元などに向けてオーナメント集めが募っているのかと思います。ということで今回はバージョン 2.2 現在の各キャラおすすめのオーナメントをまとめて紹介したいと思います。育成の段階によって必要性が大きく変わりますからね。各ステージごとでまずはまとめていきたいと思います。また今回のおすすめについては一番相性がいいものを紹介していますので、ビルドや編成によっては変わることもあります。特にグラモスの速度160による効果発動などは難易度が高いため適正から外していることがあります。それでは早速解説していきたいと思います。まず一つ目は第三世界ですね。宇宙封印ステーションとお犬選手があります。宇宙封印ステーションに関しては適正がいないことはないですが、アタッカーの第2候補になることが今多くなっています。メインで集めるというほど重要性は高くはなってないですね。他に有力なオーナメントがどんどん出てきているので仕方ない部分かなと思います。ただし使い回すのであれば攻撃力が重要な持続アタッカー持ちやアタッカーの第2候補として扱うのはありかなというところです。続いてお犬選手ですが、アスター、ミャクロ、フゲン、ギャラガ、ジェパード、カンア、ポホ、ラセツ、リンクス、ナノカ、ナターシャ、ロビンなどが相性が良くなってます。選手に関しては調和や豊穣のほとんどのキャラでまだまだ扱える優秀なオーナメントですね。効果も重複するのでアタッカーのサポートもできてとても優秀となります。ホーストを始めた当初から選手を集めていますが、未だに集め足りないオーナメントの一つでもありますね。サポーターをまとめて育成する際はこちらを狙うというのがいいかと思います。ただし見つけの中に関しては防御力に育成するならベロブログがいいかなと思います。まあ、ただ現在としてはお犬選手の方が優秀ですね。続いて第4世界です。盗賊高校タリアと生命のウェンワークですね。タリアに関してですが、ルカ、ルヴァン、調和主人公、節意となります。現在注目の調和主人公をはじめ、ルヴァンや節意など撃破特攻を活かせるキャラに必須となっています。以前であればルアンのために回るようなオーナメントだったため優先度は落ちていましたが、調和主人公の登場によって集めるメリットがちょっとずつ出てきています。ただし超撃破編成を組む予定がなければちょっと集めるのは惜しいかなっていうところはまだありますね。続いてウェンワークです。 DP 回復効率が上がるオーナメントとなっているためサポーターとの相性が非常にいいです。なんですが他のオーナメントの方がサポーターとより相性がいいため適正としては3番手くらいになります。なので優先度は落ちるかなというところですね。続いて第5世界です。銀河商事と天体ですね。銀河商事に関してはブラックスワン、ベルト、銀狼が適正となっています。効果命中アップの効果があり、何かとデバフ付与が必須となるキャラと相性が良くなっていますね。特にこの3人に関してはデバフをしてこそのキャラとなっているので、少しでも効果命中を上げたいところです。また攻撃力アップも嬉しいところですね。ただしセットで集まる天体が最適なキャラがいないため集めづらいっていうのもあり、狙うか迷うところではあります。続いて天体についてです。耐震ダメージがアップするオーナメントとなっていますが、初回攻撃でもう一つの効果の耐震バフがなくなってしまうので扱いづらいっていう部分があります。そのため現環境では適正のアタッカーなどがいないため周回をおすすめしづらいオーナメントとなっています。続いて第6世界です。オーナメントはベロブログとサルソットになります。ベロブログルに関しては防御力がアップするオーナメントのため、ナノカやソンゴ主人公ゼバートと相性が良くなっています。ですがこの3人についてはメインステータスを防御などに振るため十分な防御力があることから、他のオーナメントの方が最適だったりします。防御力特化にするならありっていうところですが、他の会心ダメアップなどには劣るため優先度としてはちょっと低めになるかなっていうところですね。扱いやすいんだけど最適ではないっていうところです。続いてサルソットです。アベンチュリン、クラーラ、レイジオ、トパーズとなります。追加攻撃持ちについてはサルソットは最適なオーナメントとなります。特に今はロビンの登場によって追加攻撃編成を強化したいっていう人も多いと思いますからね。そういった人にはサルソットがいいと思います。こちらに関してはグラモスと比べられることが多いですが、正直速度160以上のセット効果を受けない限りはこちらの方がベストとなってます。なので追加攻撃持ちのキャラを育成するならまずはサルソットを集めるっていうのが一番火力を出しやすいかなっていうところですね。続いて第7世界です。オーナメントは星々と龍骨です。
星々に関してはアーラン、ジン、タンコウ、インゲツ、ケイリュウ、静寂、ゼーレ、スショウ、壊滅主人公となります。壊滅アタッカーと相性が良くなっているオーナメントですね。会心率が必須な上にスキルと通常攻撃を主体として戦うアタッカーには最適となっています。必殺技にヨダメバフが乗らないという一面はありますが、スキルを多用するアタッカーならこちらがおすすめとなります。続いて竜骨です。グローニャ、ペラ、花火、低運、孫悟主人公、玉球となります。効果抵抗が 30% 以上で会心ダメージがアップするオーナメントになります。会心ダメージアップで恩恵を受けるバフ持ちに相性が良くなっているっていうところですね。また効果抵抗の恩恵を受けることによって行動不能を防げるため、安定した行動時のバフやサポートを提供できるようになります。まあおまけ程度っていうところではあるんですが、会心ダメージアップの恩恵を意識するようにするとこちらはとても優秀かなと思います。続いて第8世界です。オーナメントはグラモスとピノコニーになります。グラモスに関しては速度が135以上なら推奨というところです。おすすめのキャラとしてはアルジェンティ、ケイナイフン、ヘルター、ヒメコ、フック、ケイゲン、カフカ、ミーシャ、サンポ、セイバル、元凶となります。先ほども言ったように速度135以上が装備者が達成できるなら最適なオーナメントとなっています。速度160に関しては厳選がほぼ無理に近いので135の効果だけを見ておくのがいいかと思います。グラモス自体は攻撃力アップに加え、速度135を超えればヨダメもアップします。攻撃力が欲しい持続ダメキャラと相性が良くなっていますね。持続馬編成とはとても相性がいいので、よく使う人は集めておきたいオーナメントになるかと思います。続いて夢のチピノコニーですね。 EP 回復効率に加えて同属性の味方ヨダメアップをするオーナメントとなります。そのため漁師添えパーティーなどをしない限りはそこまで必要性がなかったりしますので、グラモス目的で集めるのがいいかなと思います。ただこちらに関しては弱いっていうわけではないので、属性染めの場合は相性が良くなっています。続いて第9世界です。オーナメントはツガンニアとイズモになります。ツガンニアに関しては敵を倒した敵に回心ダメージがアップし累積できるオーナメントとなります。最大10層累積できるため強力なところですね。なんですが10体を倒すシーンというのはそんなに多くなく、虚構女児などのような連戦のみで活躍するものとなります。そのためヒメコやヘルダといった虚構女児専用のようなオーナメントとしてはありがたいところとなりますね。続いて出雲です。こちらの適性は弓となります。攻撃力アップと同じ運命のキャラがいると回心率がアップするオーナメントですね。同じ運命を入れることが必須になる弓にとってはとても相性が良く、これ一択というところです。同じ運命で編成を組むとなると持続パのカフカやブラックスワンなどがいますが、この2人の場合は他のオーナメントの方が適性が高いためおすすめとしてはちょっと低くなります。その点を考えると弓のためのオーナメントと言ってもいいのかなというところですね。各世界のオーナメントについては以上となります。それでは各オーナメントの適性が分かったところもありますので、続いては次元界分裂のおすすめ優先度について話していきたいと思います。まず大前提としてなんですが、自分のメイン編成のアタッカーを中心に考えるということが大事です。まあ、おすすめを言う前にまずこちらをしてからっていうところですね。育成状況は人それぞれ違いますので、まずは最適編成をしっかり強化することが大事かと思います。その上で育成がある程度十分に整っている前提で優先度をお勧めしたいと思います。まず優先度としては第3世界ですね。続いて第7世界、最後に第8世界となります。やはりどのサポーターにも相性がいい第3世界の選手は集めておいて損がないオーナメントとなっています。これに関してはフォースターを始めた時からずっとお世話になってますね。とりあえず回すものがない時はこちらをずっと回しています。続いて第7世界に関しては、星々は最適でないアタッカーでも回心率を高い水準で維持する必要があるメインアタッカーにはつなぎとして使えるのが非常に便利です。合わせて折れた竜骨も集めることができるので、アタッカーとサポーターのオーナメントを集めることができるんですよね。この両方集めれるっていうのが非常に優秀かなと思います。続いて第8世界のグラモスは速度をある程度必要とするため、アタッカーなら相性が誰でも良くなるっていうところありますね。まあ、かなり鈍速なアタッカーでない限りはつけないってことはないと思います。なので集めておくと合わせやすいオーナメントかと思います。適性を見てもらった時に数が多かったと思いますが、そういうところですね。こちらの3つに関してなんですが、仮にいいものが出なかったとしても獲得できる2種類のオーナメントが優秀なので、この世界を回るのが最適かなと思います。
とりあえず困ったらどれか回すっていうとこですね。また今回例外として一つ紹介したいと思います。それは第9世界ですね。これは特殊な例となりますが、虚構叙事のクリアを目指すならツガンニアを集めるのはいいかと思います。特に虚構叙事においてはヘルタやヒメコはツガンニアの方が最適なオーナメントとなるためです。また出雲においても運命が同じならどの編成でも恩恵を受けれますので、つなぎとして活躍してくれます。ただし第9世界に関してはどちらともアタッカー用のオーナメントとなりますので、虚構叙事のクリアを目指して厳選するならという感じになりますね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。